今回は究極にシンプルな材料でもちもちのパニーニを作ります。低糖質でヘルシーな分、いろんな具材を挟んでダイエット中も自分好みのパンを楽しんじゃいましょう。こんにちは、ダイエット料理研究家のりさです。今回はオートミールでパニーニを作ります。卵、油、乳製品は一切使用せず、シンプルな材料のみでもちもちしっとりなパンをフライパンで作っていきます。生地は材料を入れて混ぜるだけなので、なんと3分で作れちゃいます。パン屋さんでいただくような本格的なパニーニをダイエット中も楽しんでいきましょう。それではレッツクッキング。はい、では作っていきます。生地自体は本当に3分で作れちゃいます。では器の中に材料を入れていきます。オートミールは 20g。 今は粉末タイプを使ってますが、クラッシュタイプでも十分美味しく作れます。そちらも作ったので後ほどサクッとご紹介します。おからパウダーは 6g、 アーモンドプードル 10g。アーモンドプードルを加えることで油や乳製品を使わなくてもしっとりとして口当たり軽やかに仕上がります。そして味わいには香ばしい風味がプラスされます。ベーキングパウダーは 3g、 大箱も 3g。 大箱を加えるとおからパウダーのパサつきが一切なくなり、もっちり食感を生み出します。ラカントは 4g。 こちらはお砂糖に変えてもらっても大丈夫です。ラカントは砂糖と同じ甘さですが、血糖値に影響を与えないので太りにくい甘味料です。そしてお塩は一つまみよりも気持ち少なめで加えます。では粉類のみを一旦混ぜ混ぜします。では粉類が混ざったところで最後に水を 40g 入れます。では1分ほどこねるように練り混ぜていきましょう。グルテンフリーで油も卵も乳製品も使っていないこのパンはとっても低糖質ヘルシーに仕上がります。なのでパンがシンプルな分、挟む具材は欲望のまま自由自在に楽しめちゃいます。ちなみに今作っているこの1個分でカロリーは 165kcal で、糖質量はたったの 13.2g です。それに加えてタンパク質と食物繊維はしっかり含むので腹持ちは抜群ですし、太らないどころかむしろ栄養満点に食べて痩せるパンとなっています。1分ほどまんべんなく練り混ぜたら生地の完成です。ではさっきの生地をクッキングシートの上に乗せて、ちょっとラップをかぶせて12センチと15センチの楕円型に綿棒で伸ばしていきます。ちなみにこのパンふっくら膨らむタイプではなく、フォルムのイメージはナンが近いかなと思います。この日は具材をたくさん詰め込みたかったので結構薄めに伸ばしてますが、その日の気分で生地の広げ方はお好みで変えてもらって大丈夫です。では広げたらあとはお好みの具材を挟んでいきましょう。まず1個目はハムエッグチーズにします。今日はハムエッグですけど、もうどんな具材でも美味しく決まるパンになってます。しょっぱい系はもちろん甘い系とも相性抜群です。今日は私のおすすめ4種類を作ったのでサクッとご紹介していきます。そしたらパタッと折りたたむのですが、欲張りすぎて具材が多くなっちゃいましたいつも詰め込みすぎたなって思うんですけど、毎回孤立にパンパンにして気合で包んでます。このように端と端を指でつまむようにくっつけていくと綺麗に生地同士くっついてくれます。こんな感じでなんとか綺麗に包めましたこれをフライパンであとは焼いていきます。はい、では2個目はオートミールのクラッシュタイプを使ってチョコバナナ味にしていただきます。クラッシュタイプはもっちり感がアップするので、大箱は 2g に変更した方がちょうどいいもっちり加減で美味しくいただけます。ぜひ試しやすい方からトライしてみてください。デザートタイプを作るときはラカントの量を 8g にしてちょっと甘めな生地に仕上げるのおすすめです。はい、次は照り玉を作ります。お肉を並べて、で卵も乗っけます。でチーズ、
キングシートごと入れちゃいます。では火加減は弱めの中火で蓋をして 3,4 分焼いていきます。はい、では4分経って開けてみます。おお、こんな感じです。裏返したらもう一度蓋をして 3,4 分また焼いていきます。はい、4分経ったので開けてみます。おっと、裏面もこんがり焼けていたら焼き上がりです。仕上げに蓋を外して片面1分ずつ焼くと香ばしく仕上がります。何も包まずキッチンの実を焼いたので、今日のおうちランチはサンドイッチのようにパニーニをいただきます。生ハムモッツァレラサンドにしていただきたいと思います。今日のおうちランチこんな感じです。はい、では今日のパニーニランチの用意できたのでいただきます。では主役のパニーニいただきます。パン生地はとってももちもちしててしっとりしてます。全く硬くも重たくもなくって、口当たりのいい食感になっています。おからのパサついた感じも一切感じないです。シンプルな味わいでどんな食材とも合うんですけど、今日のモッツァレラとハムの相性も抜群です。本当に病みつきになるようなもちもちとしてしっとりした生地です。本当に美味しい。このアーモンドプードルの香ばしい風味がまた美味しいです。風味とコクをプラスしてくれてます。じゃあちょっと次は甘めの生地に仕上げたチョコバナナいただいてみます。デザート系の具ともすっごく相性バッチリです。チョコバナナすごく美味しいです。中に入れたクリームチーズもいいアクセントになってます。試作も兼ねてこのパニーニ1週間くらいずっと連続で食べてたんですけど、全然具材を変えるので飽きずに楽しめました。本当にいろんな冷蔵庫にある余り物の惣菜とかを詰めても何でも合うんですよ。あとこのパンは冷めても美味しいです。全く硬くなったりしないのでピクニックに持って行っても美味しいです。とっても美味しくパニーニができるのでぜひ作ってみてください。私のチャンネルでは食事改善のみで13キロ痩せた経験をもとに食べて痩せるおうちご飯を作ってご紹介しています。一見ダイエット向きではない料理も糖質オフでヘルシーに作ってダイエットに取り組んでいます。そういった工夫満載のレシピをたくさんご紹介していくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。では今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。